スムース・フォックステリアは、イギリス原産のテリア犬種の一種である。フォックステリアタイプ犬種の一つであり、そのグループ名の元となった犬種でもある。別名は、スムース・ヘアード・フォックステリア。スムース・フォックステリア、スムース・フォックステリアなどと表記されることもある。キツネ狩がりが、盛んになった17世紀頃に誕生した、ワーキング・テリアである。 もともとは能力を重視したブリーディングが行われていた。ため姿にばらつきがあったが、近代に入って、小ッグとしても使われるようになってからは、姿が固定された。しかし、姿が固定されるきっかけとなったのは、ドッグショーに使うためではなく、狩猟中の事故の多発を受けてのものであった。もともとフォックステリアは、毛色が、 赤狐色であったため獲物の赤狐と非常に紛らわしく、地中から狐の匂いをつけて戻ってきた時に、パートナーのハウンド犬に間違って攻撃されたり、主人に狐と間違えられて、誤射殺されてしまうという事故が相次いで起こっていた。そこで、毛色のメインカラーを赤狐色からホワイトに改良することで、見分けがつけやすくなり、視界の悪い場所でも見間違うことはなくなった。 その改良の後に消ドッグとして使われるようになり、狩猟能力をなるべく損なわないように容姿を整えるためにマンチェスターテリア、ブルテリア、イングリッシュグレイハウンド、ビーグルの血を加えて現在の姿になった。スムース、フォックステリアもとはワイヤーヘアードフォックステリアと同一犬種として見られていて、医師交配も行われていたが、 ドッグショーに出るようになってからはこれらを区別するようになった。1900年代にワイヤシュとスムース種の一種交配が禁止され、1985年に独立、犬種としての公認登録が行われた。なお、近年は姿を重視したブリーディングが行われていたため、狩猟能力が著しく低下していることが危惧されていた。その話は事実であったが、 愛好家の手により改善が行われ、治療権として使われている本種の血を加えることで、少しずつかつての能力を取り戻しつつある。主に、イングリッシュフォックスハウンドとコンビを組み、その名の通りキツネ狩りをするのに使われていた。嗅覚でキツネを捜索し、発見すると追いかけ、獲物が穴に隠れてもそこへ潜り込んで戦い、地上へおびき出すのが、本種の仕事である。 地上に獲物がおびき出されたり、本種が穴から引きずり出した後はパートナーであるイングリッシュフォックスハウンドに狐を仕留めてもらう。治療権としてはイギリスだけでなく多くの国で飼育されていて、日本でも外来種であるヌートリアの駆除をするために導入することが検討されている。ペットショードッグとしてはワイヤッシュの方が圧倒的な人気があり、ペットなどとしてはあまり飼育されていない。 これは、現在も大半が実用犬として飼育されていて、ワイヤー種よりも、量犬としての気質がよく残っていることなどが、関係していると考えられている。日本でも飼育は行われているが、海外からの輸入犬が大半で国内ではほとんど繁殖されていない。スムース、フォックステリアのイラスト足がやや長めのテリアで、筋肉質で引き締まった体つきをしている。 頭部の形はくさび型で、マズルが長めである。マズルが細く長めなのは、イングリッシュグレーハウンドの影響によるものである。銅は長めだが、足が長いためさほど目立ってはいない。背中は平らである。耳は、ボタン耳、尾は、タレオ。尾は、半分から4分の1の長さに、段をされることがある。コートは、硬めのスムースコートで、 毛色はホワイトをベースとして、単、ブラックのマーキングが入った、ハウンドカラー。元が、ワーキングテリアであるため、狩猟本能が高く運動能力も抜群である。性格は知的で、主人家族に対しては従順でまなな酒深いが、いわゆる、テリアキャラクターというテリア犬種特有の希少も、持ち合わせ、希少が荒く頑固で、両犬種であるため攻撃的な一面もある。 気象の荒さと運動量の多さからあまりペットには向いていない犬種だが、漁師やテリア犬種の愛好家などにはその限りではなく、スポーツドッグとしてアジリティなどに使われることも多い。体高39センチメートル前後、体重7から8キログラムの中型犬である。かかりやすい病気には関節疾患などが挙げられる。なお、ごく稀に毛色が真っ白で、 目の青い子犬が生まれることがあるが、この犬は、聴覚や視覚に高い確率で、先天性の異常があるためその犬の飼育には十分注意が必要である。ありがとうございます。